新コーナーです。今月から始まったスポパラ20周年企画、スポパラドキュメント。今夜はジュビロに復帰した山本浩介選手の思いに迫ります。今シーズン開幕戦、迎えた後半28分、したらこう応援してくれるくれないのかなって思うところもあったし、まあ、その中で、ちゃんと歌ってくれたので、まあ、嬉しかったですね。素直に山本浩介が漏らした本音だった。ジュビロユース出身の山本、 J リーグ初出場はクラブ史上最も早い16歳と11ヶ月。その冷静沈着なプレーは見る者を驚かせた。サッカー始めたきっかけはやっぱりジュビロの選手だったし、まあ、この中でやれればいいかなというのはありました。一生懸命やって早く顔と名前を覚えてもらえればいいかなと思います。記念すべき初ゴールは20歳で出場した静岡ダービー。山本は着実に成長を遂げ、いつしかジュビロに欠かせない存在となっていった。しかし2013年、ジュビロにとって忘れられない記憶。さらに翌年、開幕から出場機会が激減。山本は大きな決断をする。正直当時の心境と今こうやって振り返ってみる心境と多分違うところはあって、なかなか難しいんですけど、まあ、一回りも二回りも大きくなって帰ってきて、ジュビロのために自分を強くしたいっていう思いもありましたし、どういう決断をするのか自分でもわからない時はありました。そんな思いを打ち消すように山本は新天地で輝きを放つ。昨シーズンは不動のサイドハーフとしてプロ最多のシーズン10得点。サッカー選手として充実していく中でも抑えきれない思いがあった。なかなかこう、なんていうんですかね、受け入れてもらえないかもしれないですけど、完全に離れることは自分の中でできなかったですし、迷いも不安も多少はありましたけど、まあ、それ以上に帰りたい思いがあったんで、まあ、もうそこは帰ろうと思いました。しかし2月、シーズン開幕を迎えるとスターティングメンバーの中に山本の名前はなかった。途中出場を続けアピールする日々、山本は苦しんでいた。キャンプで思うようにって答えを感じられず、リーグ開幕を迎えてしまって、なかなかこう自分自身のパフォーマンスもあまり良くなかったですし、それでも今月2日の大宮戦、同点ゴールを奪われた直後から出場した山本は、サイド深くに切り込む鋭いドリブル、決定機を演出する正確なパスを前線に供給。ボランチとして大きな存在感を示すと、10日、初先発の座をつかみ取る。舞台は古巣新潟戦。そんな山本をサポーターも待ち望んでいた。この試合もボランチで出場した山本、90分間集中力を切らさない安定したディフェンスで逆転勝利に貢献した。
に取った中で90分耐え続けたのは彼にとって自信になると思いますし、大きな期待をしています。そして試合後、足を運んだのは新潟サポーターが待つスタンド。やっぱりお世話になりましたし、今でも AMIのことは好きですし、すごく感謝しているクラブでもあるんで、ただ一戦交えて自分自身の中でもこうすっきりしたというか、もう先のことしか見てないので、自分が、この先に結果を言われることでしか見てないので、まあ、いい区切りができたかなと思いますね、試合をしたことによって。生まれ育ったクラブのために覚悟を持って。立場は立場なんで、より一層頑張らなきゃいけないし、チームのためにしっかりと忠誠心なり犠牲心なりを持ってチームのためにやらなきゃいけないなっていう思いは今まで以上に強く持ってます。全身全霊をかけて戦っていきたいなと思います。またね、こういうクラブ愛を持った選手がまた戻ってきて、チームのためにどれだけできるのかという中でいろんな不安と葛藤があったと思うんですけれども、まあ、そういう中で一つ試合に出てこう結果を残すことができたという大きな自信というのは、すごく康介にとって大きなものになったんじゃないのかなって思いますね。まあ、クラブ愛を持って戦う強さっていうのは上りさんのよく一番大事です。そこが一番大事なんですよ本当に、ね。まあ、プレーでジュビロへの愛を伝えてほしいと思います。はい。